算数クイズ、意外と解けないお釣りの謎、おまけ問題付きです。では始めましょう。3人で100円ずつ出し合って250円の品を買いました。お釣りの50円を10円ずつもらい、余りの20円は募金。100円出して10円戻ってきたから出費は90円、3人で270円です。募金した20円を足して290円、残る10円はどこでしょう。解説をします。結論から言うと、270円に20円を足していることがおかしいです。募金した20円を足して290円とありますが、募金した20円は270円の中にすでに含まれています。3人が使ったお金270円イコール250円の品物足す20円の募金なので、270円引く20円と引き算をすると品物の代金250円になり、270円に1人ずつ10円ずつもらったお釣りの合計30円を足せば300円になり、計算が合います。おまけ問題です。バームクーヘンにナイフを3回まっすぐに入れると最大いくつに切り分けられますか。ただしそれぞれの大きさや形は違っても構いません。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。